私の名前はパニカ、36歳さ。家族は夫の陽介と18歳になる息子のパニーの3人家族なんだけどね。家族と言えるのかって思ってしまうほど家族関係は劣悪な状態。私と陽介が出会ったのは16歳の頃で、昔はお互いやんちゃしてる時期でね。地元じゃ有名なヤンキーだった陽介に惹かれて付き合ったのが始まりさ。当時私もレディースに所属していたこともあって、最強カップルなんて恥ずかしい名前で呼ばれててね。今思えば若気の至り、武勇伝といえば聞こえはいいが、要は黒歴史ってやつだ。陽介との交際は続き、2年後には妊娠していることが分かって18歳で結婚したので、なんだかんだ言いながらも20年も一緒にいることになります。でもね、だからといって仲睦まじく過ごしてきたわけではなく、モラハラ気質な荒っぽい性格の陽介と言い争いになることは日常茶飯事。加えて最近になり、その態度がもっとひどくなってきたので、さすがに私の悩みの種となってきていました。おい、なんで飯がないんだ。今日は仕事が休みで、夕方の4時過ぎに起きてきた陽介。土木関係の仕事をしているので、普段朝が早いこともあって、休日は昼過ぎまで寝ていることが多いのさ。昨日は帰りも遅かったので全然起きる気配はなく、こんな時間ってわけ。最近帰りが遅いことが増えたので、随分と仕事が忙しいのかね。それにしたって、いつ起きてくるかわからない人間の食事の支度をするなんて無理な話さ。今何時だと思ってるんだい。お昼ご飯の時に起こしたのに、いらないって怒鳴ってきたじゃないか。寝てるやつを起こすのが悪いだろ。俺は昨日も朝早くから夜遅くまで仕事してたんだぞ。それはお疲れ様だよ。でもね、昼間は麺だったから作り置きもできなかったのさ。夕食の時間までまだあるし、パンでも食べて待ってておくれよ。ああ、ただ家にいる専業主婦のくせに本当に使えないやつだよな、お前って。何かにつけて気に入らないと私に当たり散らしたり、へりくつで見下してくるのは昔から変わりません。ため息をつきたいのはこっちだっていうのに、全く困ったもんだ。私が呆れて何も言わずにいると、陽介は不機嫌な口調でさらに話を続けます。いつ起きても旦那をもてなすのが嫁ってもんだろうが、しかも昼は麺って手抜きじゃないのか。たく、俺は疲れてんのに空気読めよな。ほんと使えねえ。いい加減にしな。お前スタン、ちょっと言い過ぎじゃないかい。元ヤンとはいえ、付き合っている頃は私には優しく頼りにもなる存在でしたが、結婚して態度はこの通り。陽介は自分が自由にできない時間が増えたことへの鬱憤を私へのひどい言動で発散するようになりました。しかし当時、自分で言うのも恥ずかしいお話なんだけどさ、子供が子供を育てているような状態で育児に追われていた私は、子育てに一生懸命で言い返す暇はなく、この発言にも態度にもすっかり慣れていってしまったんです。いつも休日の日は昼に起こせって言ってるから起こしたのに、怒鳴ってきたのはそっちだろ。昨日の夜に明日の昼は麺がいいって言ったのも陽介じゃないか。なんで私が責められるんだい。はあ、その時の状況で判断できないのか。言われたことしかできないから使えねえって言われんだよ。だから状況を判断して、いつ起きても簡単に食べられるパンを用意してるじゃないか。しかもこのパン、陽介が好きなパン屋さんで買ったやつさ。何が気に食わないんだい。ああ、そうやって甘ったれたこと言っても許されるなんていい身分だよな。人の苦労も知らねえでよ。これだから社会に出たことないやつはほんと分かってないわ。ああ言えばこういうので拉致が飽きません。なんでこんな夫の態度に長年耐えているかって疑問に思うだろう。慣れって怖いもんでね、私にとっちゃ日常茶飯事だし、別に言い返せない性格でもないんだけどね。自分でも気がつかないうちに、この人はこういう人なんだと諦めてしまったんです。18で結婚と出産をしたせいか、どうせすぐに別れると周りから散々言われてきたこともあって、見返して幸せになってやるんだという意地も
昔はありました。それに子供に父親は必要だと思っていたから、息子のパニーが独り立ちするまでは耐えなければと思って過ごしているうちに、なんだかんだ離婚という選択には至らなかったのさ。もういいわ、腹立つから外出てくれ。晩飯もいらん。そっかい、じゃ気をつけて行っておいでよ。どうぞどうぞ、お好きにしてくださいな、というのが本音。文句ばっかり垂れてるやつはとっとと失せてくれた方がこっちも楽だからね。社会に出たことないやつとは言いますが、私だって息子が幼稚園に行き出した頃から事務関係の仕事を契約社員でしていたのさ。だけどね、陽介が休みの時に私が仕事で家にいなかったり、息子の幼稚園のお迎えをごく稀にだけど頼むことが相当気に食わなかったらしくてね、たったの一回やってもらっただけで後からネチネチ、いつまでも恩着せがましく嫌味を言われてね。挙句の果てにはお前はただ家にいて家事と育児に専念していればいいと言われ、半ば強制的に仕事を辞めさせられた過去があります。それに中学高校と息子が一人で過ごしていても問題がなくなってきた頃にも、パニーも手が離れてきたことだし、私もパートに出ようかと思うんだけど、そう相談すると、いきなりなんだそんなこと言って、外で遊ぶつもりだろ。そんなわけないじゃないか。パニーが大学に行くかもしれないし、お金の余裕も作っておかないとと思って言ってるだけさ。そんなの奨学金借りて自分で返させろよ。パニーの借金になるんだから俺には関係ないしな。なんてこと言うんだい、鼻から借金でなんとかしようなんて。そんなこと言うならなおさら私は働きに出るよ。うるせえな。わかったわかった、金は俺がなんとかしてやるよ。とにかくお前は家にいろ、働くのは許さん。こう言われて毎回反対されてしまったんです。それなのに社会に出たことないやつなんてよく言ってくれたもんですよ。その日は結局日付が変わるまで帰ってこなかった陽介。いつも朝食を食べずに仕事に行くので、そのまま顔を合わせることもなく、夜には何もなかったような顔をしているのがいつものパターンなのさ。そしてそれから数日が経ったある日、最近まで受験勉強で学校と塾以外は部屋にこもって勉強していた息子のパニーが、珍しくハンバーグが食べたいとリクエストをしてきてくれたんです。パニーはずっと部屋で軽食を食べていたから、久しぶりに一緒の食卓での夕食。やっと受験も終わって、嬉しいことに合格もいただいたので、パニーも余裕が出てきたのだとほっとしていました。お前がここで飯を食うなんて久しぶりだな。勉強もいいのか。ようやく大学も決まったし、少し肩の荷も降りたしね。金は俺が出してやるんだから、留年なんてしたら分かってんだろうな。分かってるよ。久しぶりに顔を合わせた息子にいきなりプレッシャーかけるなんてね。怒鳴りつけてやりたい気持ちもありましたが、せっかくパニーが一緒に夕食を食べる日を台無しにしたくはありません。ここで私が何か言って逆切れなんかされたら、パニーもたまったもんじゃないだろうしね。昔は常に私たちの言い争いばかり見せちまってたからね。私も反省しておとなしくなったもんさ。今くらい大学の話もお金の話もよしんな。パニー、食べたいものがあるときはいつだって遠慮なく言っておいでよ。さっさ、温かいうちに食べようじゃないか。ああ、うん、ありがとうお母さん。パニーは優しく私に微笑みかけてくれたよ。今はこうして落ち着きを取り戻したパニーだけどね、中学生になった頃から思春期が始まって難しい時期。思春期に負けじと話しかけてしまう私の性格は逆効果だったみたいでね、少し前まで大変だったんだよ。今もちょっぴり距離があったはずなんだけど、どうやら受験も終わって少しは気持ちに余裕が出てきたようだね。これからは関係の再構築をしていけそうで嬉しいね。そんなことを思っていると、陽介が突然奇妙なことを言い出したんです。おい、またハンバーグかよ。先週食ったばっかじゃねえか。え？ハンバーグを出したのはずいぶん前、確か半年くらい前のことだったはずだよ。ハンバーグを出すのは半年ぶりだよ。一体何の話をしてるんだい？するとハッとしたような表情をした陽介は慌てた口調で、
あ、そうだったか。あ、いや、あれ、あ、仕事だな。仕事仲間と外食行った時の記憶が戻ったかな。明らかに様子がおかしい陽介。こりゃ、なんかあるね。お前さん、一緒にお昼に行くくらい仲のいい同僚がいるのかい？いつも同僚はアホばっかりで気が合うやつがいない。みんなで飯を食いに行こうと誘われても一度も行ったことがないって言ってたじゃないか。それは一人くらい飯食うやつはいるんだよ。普通いるだろそれぐらい。そうかい。その後は普段通りこれといった会話もなく夕食が終わり、パニーも陽介とは一緒の空間にはいたくないようで部屋に戻ってしまいました。陽介はというと、どうやら私と顔を合わせるのが嫌みたいでね、これまたどこかへ出かけていったよ。翌日もなんだかモヤモヤして過ごしたさ。悶々としていた私は気分転換に出かけようと思い外出。そしてなんと外出先で偶然再会したとある人のおかげで、この後とんでもないことになったのさ。あら、もしかして。気分転換に訪れたデパートでフラフラしながら買い物をしていると、突然男性に声をかけられたよ。あら、パニオさんじゃないか。いやー、久しぶりだな。あんた全然変わってないね。逆に驚いちまったよ。結婚したってのは聞いてたけど、そっちも変わってねえな。パニオさんは中学の同級生で、会うのは卒業以来。野球の強豪校に行くと言って他県の高校に進学したので、地元で顔を合わせる機会もなかったんです。中学でもやんちゃだった私に、真面目な野球少年だったパニオさんがよく振り回されていたっけ。懐かしいね。パニオさん、今は何してるんだい？最近こっちに帰ってきて事務所を設立したんだ。事務所？ああ、探偵と弁護士してんだ。もし困りごとがあれば気軽に連絡してくれ。探偵に弁護士か。そう聞いてモヤモヤを解消するいい機会かもしれないとひらめいてしまったんです。それじゃあ早速頼めるかい？ああ、なんだなんだ、厄介事か。このパニオ様にお任せよ。久しぶりに会ったというのに、なんだかこの人は信頼できるという確信があり、依頼をしてみることにしたよ。そして数日後、詳細な調査書が届いてね。私はついに長年耐えてきたものと決別するきっかけを得たのです。まあでもパニーの大学入学が控えている今、すぐには動きづらい状況。パニーは学生寮に入ることを選んだので、もうすぐ家を出てしまう。そんな大事な時期に決断を急がなくてもいいかと思い、その時を待ちながらひっそりと準備をすることにしました。しかし、なんと私の気遣いなどお構いなしに、事態は勝手に動き出したんです。明日はパニーの入学式だろ。そうだよ。引っ越しはどうなってんだよ。パニーの部屋だけ改装工事が長引いちゃって荷物も運べてないから、まだ当分は家から通うみたいよ。そうか。まあいい機会だからな、そろそろ行くか。なんだい、何がいい機会なんだい？お前もう用なしだから出てっていいぞ。何を言ってるんだい？パニーの学費だけはまあ養育費として払ってやる。その代わりお前には一銭もやらないからな。離婚するってことかい？そうさ、パニーの寮生活が始まれば俺はついにお前とパニーから解放ってことだろ。邪魔者が人生からいなくなる。この日をどんだけ俺が待ちわびていたことか。私はパニーのことを思って行動してきましたが、どうやら陽介は嫁と息子を邪魔な存在としか思ってなかったようだね。だけど用なしってのだけはお互い様だろうよ。先に切り出されちまったのは気に食わないけど、私も行動に移す時が来たみたいだね。そっかい。まさかお前さん、15歳も年下のホステスユミタンと結婚できるとか勘違いしてるってわけじゃないだろうね。私がそう言うと顔が真っ青になっていく陽介。パニオに陽介の身辺調査を依頼したら、随分前からホステスが用意をしていたことが判明。あろうことか息子との方が年の近い15歳も下のホステスに入れ込んで貢いでいました。どうやらそのホステスと本気で恋人になったと勘違いして、
結婚しようと舞い上がっているのかもしれませんが、ユミタンは同い年の彼氏がいるそうだよ。あんたはただホステスに貢いで勘違いしていただけってことさ。ユミタンの彼氏は俺のはず。俺みたいな人と結婚したいって言ってくれたんだ。家にも呼んでくれて、手作りのハンバーグだって。今の発言は不倫を認めたって証拠だね。するとここで、不倫？ファニーが帰ってきていたようで話を聞かれてしまいました。明日は入学式だっていうのに、本当に親として情けないったりありゃしませんね。しかしここまで来て引き下がるわけにはいきません。20年連れ添った私を息子の大学入学と同時に追い出そうと企むなんて、陽介には痛い目に遭ってもらわないと気が済みませんからね。ファニーには後でしっかり頭を下げるから許しておくれよ。不倫が原因の離婚だから慰謝料もしっかりもらうよ。それと今までのモラハラについても慰謝料を請求するから覚悟しておくんだね。待てよ、モラハラ？いつ俺がそんなことしたって言うんだ。まったく自覚なしかい。まあ証拠として録音も記録もしてあるんだ。あとは弁護士を通してくださいな。では遠慮なく出て行かせてもらいます。弁護士なんていつの間に。俺が何したってんだ。こんな一方的に許せねえ、卑怯だぞ。そうだろパニー、お前もそう思うよな。母さんがどれだけ耐えてきたと思ってんだ。俺ももう家を出る。あんたに怯えて暮らす生活は終わりだ。なんだと？お前の大学は誰が払ってやってると思ってんだ。奨学金を申請したからあんたに払ってもらわなくても問題ない。母さんのことだけが心配だったけど、離婚するなら大賛成だよ。これで一番心配だったことが解消したよ。バニー、まさかそんな風に思ってくれていたとは思いもせず涙が溢れてきちまったけど、まだまだ泣いている場合じゃないね。なんだよ、寄ってたかって。慰謝料払う金なんかねえよ。離婚はなしだ。ユミとも終わりにする。いいか、それで決まりだ。大焦りで一生懸命私を説得しようとしている陽介ですが、とっくの昔にこの人への情なんてなくなっちまってるもんでね、響きやしません。私はスマホを取り出したよ。もしもし、ちょっと予定が早まっちまったんだけど、弁護士として正式にお願いするよ。実はね、さっき不倫を認める証拠を録音するついでにパニオにもつないでいたので、そのまま持っていたスマホでパニオに弁護士としての依頼をさせてもらいました。すると玄関のベルが鳴って扉を開けると、今回依頼を受けたまりました、探偵兼弁護士のパニオです。おやま、ずいぶん早いじゃないか。依頼主のピンチに駆けつけるのは当たり前ですからね。あとはうちの奴らが旦那さんと話すんで、行く場所があれば送りますよ。スーツでビシッと決めて仕事モードのパニオはできる男といった印象。うちの奴らと言って指差した先には、同じく弁護士バッジをつけたスーツ姿の人が両脇に整列する形で立っていて、なんと止まっている車はリムジンした。やりすぎじゃないかい。古い友人が新しい未来への一歩を踏み出すんだ。これぐらいやらないとな。相変わらず義理がたいやつだね。じゃあお願いするとするよ。私はさっそうとリムジンに乗らせてもらったよ。パニーも一緒にね。その後陽介とは離婚が成立、不倫とモラハラで慰謝料を請求することができました。陽介はホステスに入れ込んで借金までしていたようで、借金と慰謝料の支払いに追われ、朝から夜中まで休みなく仕事詰めのようです。どっちみちパニーの学費は払えそうになかったってことですね。まあそんなこともあろうかと隠れて在宅ワークをしていたから、私にも蓄えはあるんだけどね。反対されて黙って引き下がる私じゃなかったってことさ。もちろん金がない陽介はホステスに見切りをつけられたみたいなんだけど、その後もしつこく店の前で出待ちをしていたらしくてね、警察から接近禁止令まで出されちまったんだってさ。ホステスの方も客と直接の金銭のやり取りがルール違反とかでクビになったそうだよ。パニーはというと大学生活を頑張っているみたいで、離婚後は頻繁に一緒に食事に行って話をする機会が増えました。大学はどうだい？楽しいよ。学費は相談してくれれば私が払おうと思ってたのに。
悪いことしたね。気にしなくていいよ。俺のはちょっと特別でさ、企業が未来の若者のためにってやってる返さなくていい奨学金なんだ。成績下げないようにとかいろいろ条件はあるけど、できないことじゃないから頑張るよ。そんなのがあるのかい。バニーが優秀な子でよかったよ。そんなことよりさ、ほらパニオさんって人と最近はどうなの。ああ、アイスとは気が合うからね。これからも仲良くしたいモンスター。明日も飲みに行こうって誘われてるから行ってくる予定だよ。へえ、なんだい、何をにやけてんだい。パニオさん、母さんに気がありそうな感じじゃない。あ、何言ってるんだい。これは母さんの好きにしたらいいと思うよ。まだ母さんも36歳なんだしさ。ほれ、大人をからかうんじゃないよ。あんたこそ大学で彼女ができたらちゃんと紹介するんだよ。できるかな。実はパニオが安くて綺麗なアパートを探してくれたので、そこに住んで今は一人の時間を満喫中です。まだまだこれからやれることはいっぱいあるってもんさ。人生楽しんだもん勝ち。パニーに妹二人と弟一人が次々できることになるのはほんの少しだけ先のお話さ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。